い、じゃあ今日はね、エンダードラゴンの地下ハウスを作っていく。ちょっと待った、みんな、僕が今からあの輪っかの中をくぐることができたら、チャンネル登録と高評価よろしく。さあ滑空して入れるか、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 よーし、いいね。みんな、チャンネル登録と高評価ありがとう。それとよかったらコメント欄に僕の動画で好きなシリーズを書いていってくれ。でもね、ちょっとその前に、見て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 、この装備かっこよくない？これさ、エンダードラゴンの装備なんだけど、後ろはこんな感じで、ちゃんとね、羽も開くんだよね。しかも、防御力がね、めちゃくちゃ高くて、ダイヤモンド装備の2、3倍は強いかな。で、これで、ちゃんと見た目通りね、はい、来た！エリトラで飛ぶことができるっていうね。はい、それじゃあね、今からエンダードラゴンハウスの頭部分を作っていくんだけど、ここの正方形が 16×16。じゃあちょっとね、この黄色いブロックの上に今から黒色のね、コンクリートを置いていく。はい、じゃあ一周ぐるっと回ったら、今度は角っこから上に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、15、積み上げていく。そうしたら次はね、この天井部分からブロックを伸ばして端っこまでつなげる。はい、じゃあね、こんな感じで立方体の骨組みができたら、隙間の面あるじゃん、この面を全部埋めていく。はい、じゃあね、今これね、黒い立方体ができたから、今からね、エンダードラゴンのお耳を作っていく。はい、ちょっとね、今わかりやすくちょっとこの黄色いブロック置いたんだけど、ここに灰色のコンクリート1、2、3、4、5、6、はい、高さ4まで積み上げて1、2、3、4、そしたら薄灰色コンクリート置いて、で下までつなげていくと。はい、オッケー。中身はガラスブロックで埋めていく。反対側ね、しっかり埋めていこう。そしたらね、もうこの黄色いブロックいらないから壊しちゃってと。はい、まあこんな感じでね、今エンダードラゴンの耳ができました。じゃあ次はね、口部分を作っていく。で、まあ口部分に関しては、今このね、黄色い部分、これ黄色い部分に沿ってブロックを置いていくんだけど、これね、ここの横の長さが14で、正面の横の長さが12、囲った黒い部分、ここの内側を全部黒で塗りつぶしていく。はい、じゃあね、今敷き詰め終わったんだけど、この口の高さをね、2マス分に今してある。はい、そしたらね、次はね、エンダードラゴンの目を描いていく。で、エンダードラゴンの目なんだけど、一番角っこから1、2、3、4、5、1、はい、次ね、ここ、こっからね、ここ2マス開けて、桃色のコンクリートを、はいはい、埋めていく。で、その隣ね、こんな感じで L 字に開けて、紫色のね、こうやってガラスブロックを置いて、こことここ破壊して桃色埋めて、はい、オッケー。エンダードラゴンのね、目が完成。でね、ここ1、2、3、はい、1、2、3、1マス下がっての、ここ2つ破壊して、はいはい、ごめんね、ちょっと結構見づらいと思うんだよね。で、ここ置いて、この黄色いブロックの下に、羊毛のブロックを置いていく。で、これはいらないから破壊。目の下は一旦全部コンクリート破壊して、黒の羊毛で敷き詰めていくと。まあ、若干だけどね、線が見えるようになったね。これを反対側もやっていく。そうしたら次はね、エンダードラゴンのクワクチブルの部分を作っていく。ではね、下の口の部分と同じような高さから、目元のここ、ちょっとわかるかな、これ、ここね、ここの高さ、ここに今から蓋と同じように口を作っていく。じゃあまずはね、コンクリートこうやってこう伸ばしてて、はい、さあコンクリ伸ばして、ちょっと見づらいから一旦このね、黄色ブロックで見やすくしていく。はい、こんな感じだね。枠組み作ったから、その中をこの黒のね、羊毛で埋めていく。はい、こんな感じだね。で、口の高さは縦2マスにしたいから、もう一段下にね、同じようにコンクリートと羊毛を敷き詰めていく。はい、いいねー。もうだいぶね、エンダードラゴンになってきたね。てかもうほぼエンダードラゴン。で、ちょっとね、これ黄色い部分はあくまで分かりやすくしたやつだから、ここは黒色コンクリートで埋めていくと。じゃあそしたら次はね、牙を作っていく。牙なんだけど、まず端っこに2マス、角にね2マス全部、はい、牙を伸ばしていくと。はいはい。で、隣に1マス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 。で、こっち側の面も隣に1マス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 と。で、1マスずつ開けて牙を置いていくんだけど、で、牙をやっていくと。はいはいはい、いいね。で、こことここ置いて、オッケー。正面の牙は完成。そうしたら1マス開けて、こういう風にね、等間隔で、ひとまずね、エンダードラゴンの外側が完成しました。いいね。ただ、これだけ
けじゃ終わらないよ。こっからよ。ここから地下ハウスを作っていく。はい、じゃあそしたらね、まず入り口作っていくんだけど、この手前の2つブロック破壊していくと。で、階段を設置。はいはい、オッケー。でこの階段に沿って、全部ねこのシンクの木材ブロックで埋めていくと。はいはいはい、つまらない。はい、こんな感じでね、エンダードラゴンの下の部分ができたね。そうしたら今度は根元の部分で、桃色のねこうやってブロック敷き詰めて、でその外側に、赤紫色ねブロックを敷き詰めていくと。オッケー。ここのブロック、この2つのブロック破壊してトラップドアを設置。こっからね、地下ハウスに入る入り口ね、ここ入り口。そうしたらこの地面の部分を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10マス掘ろう。反対側もね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、素晴らしい。そうしたらね、今からここにね縦が3マスの、横2マスの扉作って、でねちょっともう1マス深く掘ろう。そしたらね、ここにシンクのドアを2つ設置。はいはい。そうしたら今からこの中に 11×8 の空間を作っていく。はい、それじゃあね、今ちょっとね空間を作り終わったんだけど、ここがねさっき設置したドアの位置、ここのね横幅が11マスで、こっちのね横幅が8マスっていう感じになってるんだけど、まあ、今回はねエンダードラゴンの地下ハウスだから、やっぱりちょっとエンドっぽくしたよね。ということで、じゃセット206で入った。いいね。これでエンドの床になったから、これであとはね壁と天井を全部これにしていく。はい、すまない。いいね。いい感じに全部ね、エンドになったね。エンドシティにいる気分になるね。はい、じゃあ、そうしたらね、このドアの隣に、1,2,3,4、破壊して、で、一番天井にシーランタンを置いていくと。で、ここのね、ブロック、下を2マス破壊して、水流して、で、ここに砂ブロック置いて、はい、サトウキビをね、置いて、オッケー、いいね。で、これをね、反対側もやっていくと。いいね。そうしたらね、ここの2つ、破壊して、グローストーン。で、また2マス開けて、1,2、グローストーン。1,2、グローストーン。でね、このグローストーンの上にトラップドア、緑を。はい、オッケー。で、そうしたら今度はね、この端っこの天井、全部、一旦破壊していくんだよね。はい、じゃあね、今ここちょっとね、周り掘ったんだけど、ここにね、エンドストーンブロックの、階段、これをね、設置していく。つまらない、つまらない。オッケー、いいね。そうしたら次はね、ここにテレビを作っていくんだけど、1,2,3,4。で、ここを全部黒色のコンクリートで、埋めていくと。オッケー。白の方がいいかな。うん。白を置いて、2マス開けて、はい。と、はい、これで、ソファーとテレビの完成。いいね。ここにハーフストーン置けば、いいね。はい、じゃあ、そしたらね、テレビの、横側にね、まあ、なんでもいいんだけど、こうやってブロック置いて、オッケー。まあ、そうだな。まあ、これでいいね。はい、オッケー。貝が設置完了。はい、オッケー。で、ここで、1,2と。で、適当なブロック置いて、貝がを設置。はい、んー、まあこれでいいか。それじゃあ、あとは植木鉢を置いて、まあエンドとかネザーのイメージにしたいから、赤と青。そうしたらね、このソファーの、1マス隣、ここを全部破壊しての、階段ブロックを置いてくんだけど、はい、こんな感じでね、ちょっと模様をつけていく。それじゃあね、テレビのね脇にここ掘ってこう。ここを、奥2マス分まで掘って、奥の部分に本棚大きいの、はい置いて、いいね。本棚の完成。はい、そうしたらね、カーペットを敷き詰めていくんだけど、まあ、このカーペットの色は自分のね、好きな色で OK。じゃあ、ソファーの前にも、2マス分ね、置いていこう。はい、OK! おー、いいんじゃない。これで、ね、最初の部屋。ただ、これだけじゃ終わらないからね。まだまだ先に地下ハウス作ってくからね。それじゃあね、さらに地下を作っていくんだけど、ここのブロック、1,2,3,4、5マス破壊していく。でね、ちょ、天井も破壊していこう。そうしたらね、一番端っこから壁ね、1,2,7、掘っていくと。で、反対も7マス掘っていく。オッケー。そしたら、端っこからね、1,2,3。ここね、14マス分掘っていく。はい、オッケー。そうしたらね、今掘った空間をね、丸ごと削り取っていくんだけど、てっていいね。で、さらに、こっから、下に3マス広げていく。こんな感じでね、空間を作っていく。はい、そうしたらね、今回の床は、そうだな、やっぱりエンドっつったら、紫。紫色っぽいから、はい、オッケー、いいね。で、まあ、そうだな、壁に関しては、エンドでいいかな。はい、すまない。いいね。完全になんかね、エンドシティにいる気分。そうしたらね、扉の前に 3×3 のマス目を作って、で、ハーフストーンブロックを、こんな感じで置いていって、階段を作っていく。はい、階段の完成。で、反対側も同様に階段を作っていくと。つまらない。そうしたら、ここの隙間は全部エンドストーンの、レンガで埋めていくと。
払い、オッケー、いいね。そうしたら今度は反対側に端っこから1、2、3マス開けて1、2、3、4、5、反対側も1、2、3マス開けてデス払い。そうしたらここの角に階段ブロックを左右対称に置いて、あとは上をね全部ハーフストーンのレンガ、はい、オッケー、いいね、いい感じだよ。ここに階段を、2つ設置、はい、オッケー。で下にね、はい、ハーフブロック4つ置いて、でここに階段を設置していくと。でこれをね反対側もやっていく、階段、オッケー。そうしたら、紫色のガラスブロックをここにね、設置して落ちないようにしていくと。で、反対側もねハーフブロック追加して、はい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 と。そうしたらちょっとねここの上がね狭っ苦しいから、一旦ここのブロックを天井破壊していくと。でこれ天井にね、はい、ハーフの、パープルブロック、これを敷き詰めていく。オッケー、いいね。こっち側もやった方が良さそうだな。奥も破壊して、はい、オッケー。グローストーンね置いてからのトラップドア、グローストーン置いてからのトラップドア。そうしたらね真ん中の、そうだな、どこら辺がいいかな、ここか。ここに4マス掘ってグローストーンを全部敷き詰めので、上は全部このシンクのトラップドアで囲っていく。そうしたらね今からこの中にキッチンを作ってくんだけど、こういった向きで、鉄の扉置いてからのクォーツブロック2つ、洗面台というかね、水流すところを作っていく。はい、蛇口。その隣にクォーツブロック2つ、はい、でかまど2つ、でかまどの上に装飾でレールをつけていく。で、ここにクォーツブロック3つで、はい、台所。そうしたらねここに看板つけて、その裏から額縁、看板、額縁と。でそうしたらねここに3マスブロックを置いて、全マスに看板をつけての、でその裏から額縁、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 上にね、カーペット置いたら、これね肉とかね切るところが完成。テーブルを作っていく。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、フェンスの上から羊毛のカーペットを置いてあげるんだけど、まあ色に関してはお好みって感じだね。緑でいこう。はいはいはい、はい、と。ちょっと横にもう1マス拡張して、はい、素晴らしい、オッケー、いいね。そうしたらここにカーペット置いてくんだけど、まあね2色やってくんだけど、まあ何色でもいいかな。素晴らしい、オッケー、いいね。そうしたらちょっとね台所の前が寂しいから、ここに防具立てを置いて、置いていく。いいね、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。はい、オッケー。はい、そうしたらね台所の上にはベッドを作っていく。まあこうするとねエンドっぽさ出るんじゃない。さあちょっとね第2の地下ハウスのエリアが完成したんだけど、結構ボリューミーだね。それじゃあ最後はね、今からねシャワールームを作っていく。そうだな、ここのブロックをまず壊して1、2、3マス分掘っていく。でまた1マス掘ってからの1、2、3、1、2、3マス、で奥に1、2、3、4、5、6、7。そうしたらね今の場所を全部エアーブロックで、はい、オッケー。そうだね、ここが7で、こっちが8だから 7×8 のスペースだね。はいはい、すまないすまない、パープルでいこう、パープル。そうしたらね天井を1、2、3、4ぐらいかな、4マスぐらいやって、でトラップドアを設置、反対側も設置すると。そうしたらここに階段を設置していくと。こうだね、この向きだね。そうしたら今からねバスルーム、まあね風呂を作っていくんだけど、ここに関してはちょっとねクォーツブロックで綺麗に作っていこう。そうしたらねお風呂の中にこうやってね、水を入れて、あ、ちょっと漏れちゃった。はいはい、でこっから、ツタを生やしていい感じじゃない。そうしたらねここにホッパー置いてからのトラップドア設置、はい、洗面台の完成で、ね、もう一個洗面台みたいの作っていこう。ここに大釜置いて、ここのブロック破壊 C の奥はそうだな、まあ、全部クローストーンでいいか。でここに色付きガラスつけて、はい、オッケー、ガラスの洗面台完成。そうしたらねここにバスタオル代わりにね旗を置いとこう。あとは最後ね風呂の手前にカーペットを引いたら、はい、完成。いいんじゃない、いい感じにお風呂ができた。はい、ということで、エンダードラゴンの地下ハウスが完成したから、今からねちょっと中を探検していく。まずねこっからエンダードラゴンの口の中から
トラップドア開けて侵入していくと。さあ、地下ハウスで扉を開けたら、いいね。ああ、いいね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 。いい感じにね、ボリュームもあるね。第2の部屋進んでいこう。ここ進んでいくと、はい、来た。まあ、台所があって、テーブルがあってね。まあ、これね、エンダードラゴンの装備。かっこいいね、これ。マジで。で、そうしたらね、ここね、最後のエリア。ここの扉を開けると、はい、来た。シャワールーム。いいね。ここだけね、なんかめちゃくちゃね、落ち着くね。はい、ということで、今回のね、エンダードラゴンの地下ハウスは以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。